とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに縛りプレイやっていきたいと思います。初期装備のまんまクリアしていきたいと思います。18階からがどうしようかなっていうところだね。まあ、パワーシェイカーとかあるんで一応いけそうな気はするんだけども、それでもちょっと難しい気はする。18階からの難易度がね意外と高いのよね。まあ、めちゃくちゃ高いわけじゃないんだけど、どうでしょうか。まあそこまでは全然余裕でいけると思うのでサクッとクリアしちゃいましょう。でエンチャントエンチャントは入れます。エンチャントはありでいこうかな。いりません。あ、攻撃用アーティファクトは取っていった方がいいんだろうけどね。まあまあいいや。ちょっと待って、ここでこれだ。ああ、多分ダメージだいぶ違うと思う。いや、違うよね。レベル2で 35% だよね、ダメージアップ。いいね。やっぱ音が違うね。カシンカシンって音が違うんで、ダメージも違うんでしょうよ。あと上に、いったりか。いいんじゃない。このシリーズが出てきたときは強いね。で、パワーシェイカーは間違いないでしょう。これ、防具に何のエンチャント出るかだよな。確か変更と、あ、なんだ、変更と何かがついてたんだよね。まあ、変更が無難かな、どうだろう。まあ、とりあえず武器にまず3まで入れましょうかね。あ、そうか、弓出やすいんだよな。あ、弓は矢か、矢が出やすいんで、そうね。弓を、いやいやいや、弓強化してもなかなか難しいぞ。いきます。3入れれるね。でもここには確か出てこないな。どちらかというと強打の方が効果はでかいよね。タワーは多分ゾンビ系の方が出やすいと思うんで、できればそっちの方が良さそうだけども。はい、いいね。よし、ちょっとダメージ受けたぞ。いたいたいた、最初となるやつがいた。オッケー、オッケー、いいね。危な普通にひょっこり出てきやがった。はい、4回クリア。まあまあまだ余裕です。いや、ずるいか。釣り竿ずるいな。やめとこう。釣り竿なしでいきます。釣り竿なしでちょっと楽しみましょう。あぶね。あ、意外とダメージ食らったな。よし、オッケー。めんどくせえこいつら。よし、もう序盤で弓はいっぱい使おう。あとあとはどうせ使えないんで。あ、でもテンポセフトかなんか入ってれば使えるか。 OK、 あとでちょっとエンチャント見てみましょう。何がついてんの。あー、クールダウンショットか。使えなくはないね。あ、で、あー、ラッシュね。ラッシュにしようか。
うん、ラッシュの方がなんか面白そうだ。これはいりません。うん、ラッシュ入れていこう。で、クールダウンショットも入れちゃいましょう。いや、間違えた。間違えた。普通に落ちちゃった。あ、いやいや、もう勝てない。ちょっとダメージが足りなくなってるね、もうすでに。OKOK。クールダウンショット入れていけばちょっと面白いかもな。もう面白い気がする。6回クリア。いらんかな。これボスと商人の、出てくるタイミングが結構遅めなのよね。なのでちょっと辛いかもしれない、いつもよりも。もしかすると、いつもより出るのが遅いもん。14回だったかな。タイミング遅めなんで、どうだろう。 OK、 おいいね。おラッシュもなんかこれ移動に使えていいね。 OK、 7回クリアで、クールダウンショットも入れて、それでクールダウン入れていきましょう。で、8回の報酬で、あの、愛のメダルとか、アップドラフトが選べた。あ、ちょっと待って、これ伸びがきつくねえか？伸びきつい気がする。うん。最初のボスの伸びが、結構つらいよね。この、初期武器ではさ、どう倒すか。いや、これどう倒すかね。まあ、パワーシェイカーでちょっとずつ削るぐらいしかないよね。アップドラフトも悪くない、悪くないよね。いや、うん、これはこっちだ。うん、多分18回からが初期だったら愛のメダルないときついと思うんだ。出てけで、ラッシュ3にしてクールダウンショットでちょっとでもね、クールタイムを短縮していきましょう。じゃあ終わり？あ、まだか。これは終わりだ。はい、9回おしまい。まあまあ今のところ順調ですね。まあ序盤はそうか、順調だわな。で、クールダウンショットを多く入れていくぞ。なかなか難しいな。いや、大丈夫か。そしてクールタイムをちょっととにかく短縮して、お、ナイスナイス、いいよ。 OKOK、 やばいやばいやばい、相当食らう相当食らう。危ねえ危ねえ危ねえ、バカ野郎かお前ら。よし OK。 いやいや、狙い撃ちにされたけども、まあいけました。うん、サイス取りたい取りたいけど、あー、クールダウンショットを1.5 秒だね。 1.5 秒を短縮すればこれ全然違うよ。 OK、 いいねいいねいいね、いけ、待て待て、よし、クールダウンショットどんどん打っていけ。で、愛のメダルを極力使っていく感じじゃないとちょっときついわな。終わり？はい、その作戦でいこう。愛のメダルを
クールダウンショットで使いまくるっていう感じ。おーっと、ゴーレムよ、ならばもうあれだもんね、召喚ビルドだから、なしで、いきます。オッケーオッケー、スキルが乗れば、まだ全然戦っていけるよ。まだ全然いける。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よしよしよし、もういい感じじゃないですか。ラッシュもいい感じよ。もうラッシュ面白い面白い、うん、いい戦いができる。いけおいもういないんかい。そろそろボスに近づいてきました。なんか意外とスムーズなのが怖い。ドラは絶対いるね。いけ、こっちもいけ、こっちもや。おしよしよしよし、いいよ。で弓で倒してクールダウンショットでキングタイムを減らしていく。矢はね、いっぱい出てきてくれるね。いけ、うん、もうこの作戦がほんと早い、間違いない。いいね、雲系はね、やっぱ強いよね。おーし、早えぞ早えぞ。あれ、あ、そっち押してなかったの。完全に押してるつもりだったんだけど、押してなかった。んでようやく、ここで商人ですね。あー、地雷、いや地雷、うーん、いやパワーシーカーかな。うーん、地雷確かに7900って結構なダメージあるんだけども、いや、パワーシェイカーだろうな。うん、こっちを信じていきましょう。で、ここは間違いなく防具を上げないと、どうしようもないのよね。95。うん。で、そうね。次の商人までは、まあ、近めだから、そこで武器を上げればなんとかなるね。おお、雪玉1。悪くない。3だったら最高だったんだけども、まあ、3はほぼ出ないからね。よし、ちょっと頑張ろう。いくぞ。よし、いけ。よし、あー、やっぱり初期武器じゃこんなもんか。よし、どこどこ、おおお、ちょっと見失った、危ね。オッケー、うん、伸びさえ倒しきれればあとは何とでもなる。おお、なんとでもならないか怖い。よし、ちょっと待って、クールダウンショットで、あ、いいねいいね、いいよいいよ、 OK、 よっしゃ、あっ、いや、これね、地雷じゃなくてよかった。パワーシェイカーが、まあまあもうね、だいぶパワー不足よ。だけども、こっちでよかった。いきまーす。うわ、ここもちょっと難しい気はするな。オッケー。でも、作戦は同じだ。作戦は同じです。おいって。ちょっと待って。待て待て待て。よし、いけいけ、よっしゃ、オッケーなんか追い詰められたけど、いけた、まだいけるぞ。うん、いやー、いいかな。
まだパワーシェイカー持ってた方がいいような気がする。じゃないとちょっと勝てないもんね。いけ、うん、もうダメージがね足りないのよね。よし、とにかくクールダウンショットで完熟していこう。で、愛のメダルをアップね。いっけ、バカ野郎か、なんでこっち来るんだお前。いい加減しろよ。よし、オッケー、いいんじゃない？いや、もう！あいつ！なんやろ、本当に。よし。もう！愛のメダルに間違えてかけてしまう。か、まあ、間違えてじゃないけどね。ついついかけちゃうんだよな。はい、ということで18回来ました。こっからが難しい。愛のメダルないと無理ですね。いっけ、ちょっと下から行こう。おおっ、危ねえ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 、いいね、やば、ふぅこいつら、よっしゃ、よし、オッケー、終わり。いや、まだか。よし、どうだ、いけるっしょ、終わりでしょう。いや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 、敵多いわ。で、嫌なやつも多いしね。で、ここでもうアップドラフトでいいでしょうね。さすがにもう火力が足りない。で、ここは3体確実に愛のメダルね、うん、あいつらがいてくれればなんとかなる。おいおいおい、ちょっと待って、ラグイラグイラグイ、おいと、あぶな、よし、よし、オッケー、オッケー、で、よっしゃ、いい感じいい感じいい感じ。あとは上でおしまいだね。何体かいるけども、愛のメダル使えばオッケー、エンチャンターでも倒せるはず。よし、19回クリア。いやー、初期武器変えたい。あ、でも商人、あ、まだかまだかまだか、うん、召喚ビルドの方が今回良かったかもしんないね。もう遅いけど、もう遅いんだけど、じゃない？オッケー、完璧、いけ、何なんかトロフィーもらえたぞ。今
今さらトロフィーもらえるってなかなか珍しいやつだね。な、何をやった俺。多分アップクラフトの書で何体かをいっぺんに倒すとかそういう感じかな、わかんない。まあなんかもらえました。いやー、キノコのダメージぐらいじゃちょっと無理だよ。でここはもう武器だ。うん、いやさ、いけなくもないような気はするんだけどね。いやでも武器武器、うん、武器でいいじゃないとやっぱボス倒せないよね。うん、アップドラフトと、うーん、そうね、ドラぐらいじゃボスは厳しいかな。いきまーす。あー、なかなかやね。オッケー、回避2000ね。あぶね、あぶね、もう一回食らってるわ。どこいる。オッケー、いいんじゃない。次で終わるかな。待って、早く早く呪文唱えて。 OK、 長えよ。よし、終わり。いい感じじゃなかったですか。いい感じだった気がするけど、いやまあこのまんまでしょう。アップドラフト絶対いる。で武器もね、もう攻撃力上がってるので倒せます。弓ではちょっと勝てないけど、弓ではちょっと無理だけどね。危ねえよ。よし、これちょっと怖えな。いやこれむずいな。ネクロ倒すのはちょっとむずいな。どうだ。うわ、危ねえ、危なっ。よし、オッケー、いけたいけたいけた。なかなかの数だったけどもさばききれたね。いいよ、よし。でこっちはもう愛のメダル使えばなんとでもなるっしょ。終わり、うん、でいつもは闇のアーマー取るけども取らずにだね。防御力がね結構なくなってきたよね。 HP3000 ぐらいでしょ、多分3300か、低いよね。いけ、ちょっと待って、これ良くないな。 OKこれマグマキューブの火力がえぐいんだ。ちょっと待って、ダメージ食らいすぎた。よしよしよし、オッケー、マグマキューブえぐいんだな。いけいけ、もう思いっきり外してる。ナイス、うん、いいよいいよいいよ。よし、ちょっとお前らちょっとええ加減せよ。おーい。ちょっと食らってる。ちょっと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 やめろ、あぶね。おい、お前らええ加減せよ。よし、いい加減しろよお前ら。オッケー、終わりかな。まだいる、こっち側。あ、いた、終わり。はい、24回。いや、めんどくさかったね。ここ結構面倒です。たん、いらないね。うん、
何回も使えるっていう点で種はいいんだけども、アップドラフトでも十分、うん、何度でも使えるし、この剣が意外と強くて大丈夫だわ。よし、いいね。凍結にはちょっと注意ね。最後の商人で防具だな、ここは。うん、防具を上げた方がいい。あっ、あ2発で倒せないか。2発で倒せないか。そうか、まさかだったな。そうか、わかりました。注意しよう。クリーパー出るのでちょっと離れたところにいよう。いや、あんなそばに出てきて2発で倒せなかったらそりゃダメですわ。うん、多分次倒してその次ぐらいにクリーパー出るんで注意しとこう。よし、 OK、 次でしょ多分。いいんじゃない？もう出ないよね。もう多分エンチャンターが出るぐらいでだよね。 OKOKOK で、あと1体エンチャンターが来て、よし、この脇はおしまいですね。ちょっと怖い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 ってお前本当に。爆発のカウントダウンがなくなったらちょっと怖いわ。よし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 、いいよ、いけ、いいと思ういいと思ういいと思う。あっ、嘘、ちょっと待って、もう何してんの。いやー、ここの長いって。ちょっと待って、あれね、うん、分かった、倒す場所を変えよう。もうね、上から行ってで向こうから降りよう。うん、そういう順番で行こう。 OK、 うん、そっちに行ってもらって減らしてもらった方がいいわ。 OK、 いやー、もうなんか完全にミスったなー。 OK、 ちょっと自分の判断ミスが嫌になる。よし、いや勝てねえな。いや勝ったいなお前、勝てえな。でここでおしまいね。で下のあのエンチャンターが本当に嫌なやつなのよ。2体いるし周りに強い敵いるんで。 OKOK、 それをちょっとなんとかしよう。できれば OKOK、 こいつらを下に突っ込ませることができれば強いんだよね。でもまあ突っ込まないか、まあ、しょうがないね。 OK、 でここでこうだ。ほらほらほら、おい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 エンチャントされたやつは来んだよ。いや、めんどくせえこいつら。 OK、 終わりや。よしで、オッケー、完璧でしょ。え、まだこっちいるの。あー、いた、終わり。いやー、2回やられちゃった、時間食ったな。いらないね。で26回、ここはまあネクロマンサー出るぐらいで特に問題はないはず。でもさっきのあのエンチャンターのねところが若干難しかったか。あれは良くなかったな。周りにちょっと敵が多すぎるね。なので注意しとかないとあらやられるわ。あっ、ぶね、やばい、これ完全にやばいぞ。あっ、ぶね、よし、いけ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 、
ナイス。ちょっ、あいつ下に行くじゃん、もう。もう入った。あのバカ、もう本当に。下に行きやがるわ。めんどくせえ。もう下にいるもんね。いや、めんどくさいよ。はい、思いっきり下逃げていきやがったね。で、26回おしまい。27回いきましょう。28回が商人だね。あー、きつそう。レースの群れ、よし、 OKOKOK。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、いけ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 、バカ野郎。あぶねあぶねあぶね、よし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 、待ってって。おーよい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 、そんな、お、これラッシュがめちゃくちゃ良かった。ラッシュめちゃくちゃいい。うん、あぶねめちゃくちゃくなる。ラッシュ、おい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 、ラッシュがあったからこそ、あ、ここ行けたわ。おう、おい、もう本当に嫌な場所。まだいるよね、まだいるよね、いるよね。よし、オッケー。あれあれあれ、ちょっと待って、どこ、今のずるくない、今のはずるいっしょ。で、よし、注意しろよ、注意しろよ。いけ。わー、しよ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 し。ここ危ないかなと思いきや、いけたね。じゃあもう、もう、これはもうクリアコースだわ。いける。こうでしょ。で、安全のために道具だな。うん、反逆者でダメージも上がるし、武器は110あればまあまあいけるっしょ。いきまーす。ラッシュ意外と面白いよ。面白い動きができる。いけ、はいはいはい、いいんじゃないですか。あ、ミスった。オーケー。クールダウンショットを当てていく。オーケー、よし。で、エンダーマイト倒して終わりだね。はい、あとはボスです。いや、途中やられたのがね、ほんと悔やまれる。うん、悔やまれるけども、クリアさえできればいいや。いきましょう。あー、やっぱダメージがあんま入んない。あぶねあぶね、よし、終わりー。いけたー。うーん、パワーシーカー欲しいけど、あれを上げるってなると難しいよね。はい、まあ、とりあえず、縛りプレイでクリアでーす。報酬を見て終わります。まあまあまあね、よくないねよくないね。はい、まあ、途中やられたのがちょっと悔やまれますけども、一応クリアしました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。